大阪市天王寺動物園大阪市天王寺動物園は大阪市天王寺区の天王寺公園内にある大阪市立の動物園1915年大正4年に1月1日に開園した日本で3番目に長い歴史を持つ動物園面積約11ヘクタールの園内に約200種千0点の動物が飼育されている都市型総合動物園通称 天王寺動物園2006年7月16日に総有料入園者数が1億人を超えた。国内では恩師上野動物園に次いで2番目。天王寺動物園は開園当初から動物の研究と種の保存という動物園本来の目的から離れ、商業主義的なレクリエーション性を重視していた。この背景には、阪急の宝塚動植物園、 阪神の浜甲子園阪神パーク、大気の小武地遊園地など、動物園を併設した遊園地が大阪周辺に相次いで開業したため、動物を見せること以外の付加価値をもって対抗する必要があった。その代表が1932年に来日したチンパンジーのリタ、愛称リタ城で、ミワジャやチクバに乗ったり、フォークとナイフを使って、 食事をするなどの芸を披露し、一躍人気者となった。しかし、第二次世界大戦中には、軍服やガスマスク姿などで、繊維紅用の広告塔となり、動園でも空襲に備えた動物たちの殺処分、戦時猛獣処分が行われた。これらのことを踏まえ、現在動園では動物に芸を仕込むことは、一切行っていない。開園翌年から、春は夜桜。 夏は農業のため夜間開園を1937年まで実施していた。戦後も陳住のライガーやタイゴン作りなどレクリエーション施設としての客寄せに取り組みいた。このような商業路線は1970年代まで続いていたが現在はニュージーランド以外では世界的にも珍しいキーウィやドリルの飼育展示を日本で唯一行っているほかシシオザル ドリル、アムールトラ、クロサイ、ツル類、日本ノの鳥、ホウアカトキ、ヨウスコウアニなどの希少動物の繁殖に力を入れるなど、動物園本来の姿に転換している。特にナベズルについては、飼育繁殖実績があることから、国際血統登録を担当している。また、大阪ドームの建設候補地に挙げられたことに橋を、 発する、ズー21計画が1990年代後半から、推し進められ、以後、動物の生息地の環境を可能な限り再現した、生態展示に切り替わった。これまでに、爬虫類生態館、アイファー、日本初の水中観察プールを有する、カバシャやサバンナの環境を再現した採射を含む、アフリカサバンナゾーン、アジアゾーンを飼育しているタイの国立公園を、再現した。 アジアの熱帯雨林ゾーンを解説し、展示環境は一新された。2006年11月3日から5日に行われた、絶滅の危機にある動物展で保存されている絶滅した日本アシカの剥製が初めて一般公開された。アジアゾウ、この他にも中国オオカミや北極熊、カリフォルニアアシカ、コアラ、アムールトラ、ジャガー、ピューマ、レッサーパンダ、日本コウノトリ、 エミュー、チンパンジー、マレーグマ、メガネグマ、シロフクロウなどを飼育している。天王寺動物園は、戦前の1934、昭和9年度に、有料入園者数が年間250万人を超えるなど、古くから東京の上野動物園と並ぶ、都市型動物園として認知されてきた。1972、昭和47年度から中学生以下が、 入園無料になったことで、有料入園者は減少したが、翌1973年度の総入園者は335万人を数えた。その後、入園者数は減少に転じるが、アフリカサバンナゾーンがオープンした2006年度は約184万人、有料入場者数は68万1934人、2007年度は約194万人と増加。 その後再び減少に転じ、2010年度は約120万人、2013年度には約113万人まで落ち込んでいる。2013年4月から従来無料だった大阪市外の小中学生の入園料を有料とするなど、開園100周年となる2015年に向け、集客を増やすための計画が進められている。 野生動物の種の保存や環境教育に貢献する新しい動物園のあり方を確立するための計画で古くなった動物車を生態的展示、ランドスケープイマージョンの施設に建て替えることが主な目的ある。1995年、平成7年に大阪芸術大学教授の和光健治主導のもと、爬虫類生態館、アイファー、1997年、 平成9年に、カバャ、1998年、平成10年に、サシャを開設。2000年、平成12年には、アフリカサバンナゾーン草食動物エリア、2004年、平成16年1月31日には、アジアの熱帯ウリンゾーン、2006年、平成18年9月には、アフリカサバンナゾーン食動物エリアが開設され、従来の系統分類展示型から、 環境デザインが一変した。2007年6月には入場者数を増やすためビジネスパートナーを初めて公募150社を超える多数の企業が関心を示した。2016年7月21日天王寺動物園の新たな改革案として天王寺動物園101計画の素案が発表された。20年の長期計画で 施設の整備も進めていく予定である。アジアゾウのゴンボが来園ア,アジアゾウの展示を再開。天使はゲートは JR 天王寺駅北口の地下にある地下がやべ、地下を渡ってすぐのところにある天使はないの通路を通り数分程度と経路がわかりやすいことから公共交通機関を使って来場する者はこちらより入場するのが一般的である。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。